ンネルを抜けるとそこはお腹の中だった。乳酸菌は今日も人と生きている。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、人も地球も健康に、ヤクルトの提供でお送りします。僕らは乳酸菌。古くからこの星に住み、人間や動物の体に宿り、日々活動しています。僕の宿主は25歳、おしゃれ大好き、アパレル業界で働く高文さんです。お、来た来た。待っていたのはお母さんから届く食料品。一人暮らしだから食費が浮いて助かるんだよね。ところが、あれ、今月は随分と軽いな。不思議な気持ちで箱を開ける高文さん。すると、え、何これ。そこに入っていたのはお母さんからのメモ書きとエコバッグ。え、なになに。高文へ、あなたも社会人3年目、そろそろ自分で家計のやりくりをしてみてください。折りたたみのエコバッグを作ってみました。買い出しに使ってね、母より。当てにしてたのに。ちょっぴりがっかりだけど、これも成長を願う親心じゃないかな。それにこのエコバッグ、世界に一つだけ、高文さん好みじゃない。袋だけに、さすがお袋ってことか。まあよし、散歩がてら買い出しに行ってみるか。そうそう、おしゃれなエコバッグなら気分も上がるし、地球にも優しいね。僕ら乳酸菌もいつもみんなの成長を願っているよ。乳酸菌の気持ちも知ってほしいな。じゃあまた日曜のお昼に。ヤクルト。なんかあれだね、最近会社辞めるのもメールでだったり、いらないものもネットでどうにかしちゃうんでしょ。え、これヤクルト届けてネット、ヤクルト400とかがネットで簡単に頼めるのよ。ネットもいいとこあるよね。ヤクルト届けてネットで検索してみて。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、ヤクルトの提供でお送りしました。トンネルを抜けるとそこはお腹の中だった。乳酸菌は今日も人と生きている。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、人も地球も健康に、ヤクルトの提供でお送りします。僕らは乳酸菌。古くからこの星に住み、人間や動物の体に宿り、日々活動しています。僕の宿主は55歳のあかりさんです。彼女、実家の食器棚をお片付け中。お父さんもお母さんも物が捨てられない性格なのはわかるけど、少しは整理しないと使いづらいでしょう。あかりさんが嫁いで25年、実家は物でいっぱいです。あー、面倒だな。ブツブツ言いながらもテキパキ片付けるあかりさん。すると、あれ、棚の奥から古ぼけた箱が。ああ、それは結婚の時にな、お祝いでもらったもんだけど、あの頃はもったいなくて使えなくてな。もう50年以上も前だよね。今じゃデザインも古臭くて使う気にはならんだろうな。そう言って
箱を開けてみるお父さん。意外。昭和レトロで逆にいいんじゃない？現れたのは飴色のフルーツ皿。確かに味があっていい感じ。思いがけずお宝発見だね。もしかしてこの家は宝の山かもな。あ、二人とも整理整頓に目覚めたんじゃない？僕ら乳酸菌はいつもお腹の中を整理整頓しているよ。健康っていうお宝が手に入るんだ。じゃあまた日曜のお昼に。ヤクルト。あたいは大腸で働くビフィズス菌。この腸の持ち主28歳 OL にモノ申す。夜更かしするわ、食事は不規則、お酒も大好き。あたいの職場大腸の環境最悪よ。働き方改革に逆行してない？補充要員送りなさい。そんな大腸の助っ人に生きて大腸まで届いて働くビフィズス菌 BY 株のみるみる。ヤクルトプレゼンツ小さな小さな物語、ヤクルトの提供でお送りしました。トンネルを抜けるとそこはお腹の中だった。乳酸菌は今日も人と生きている。ヤクルトプレゼンツ小さな小さな物語、人も地球も健康に、ヤクルトの提供でお送りします。僕らは乳酸菌。古くからこの星に住み、人間や動物の体に宿り、日々活動しています。僕の宿主は17歳、受験生のしんのすけくんです。お昼休み、学校の屋上でため息。ちょっとちょっと、そんな調子で受験は大丈夫？そんなこと言ったってやる気が出ないんだよな。今年の春は学校が長いお休み。受験計画が狂って気が抜けちゃったんだよね。あ、え、い、う、え、お、あ、お、か、け、また始まった。突然聞こえてきた声は演劇部のクララちゃん。お昼休み、いつも屋上の隅で発声練習しているんだよね。親がも子がも、大がも子がも、カモがこめかむ、子がもがここめかむ。クララもすげえな。演劇部だって新型コロナの影響で公演中止になったのにさ、なんでモチベーションが下がらないんだ？すると。そんなすごくないよ。ただずっとマスクしてると表情が少なくなっておブスになる気がしてさ、それが嫌でこうやって顔の筋肉動かしてるんだよね。へえ、つまりサボったら損をするのは結局自分ってことだよね。そっか、俺もモテモテのキャンパスライフ目指してそろそろ本気出すかな。あ、しんのすけくん、やっとエンジンかかったみたい。その勢いで頑張ってね。僕ら乳酸菌のモチベーションはいつもマックス。プロバイオティクス、プロバイオティクス、プロバイオティクスだよ。じゃあまた日曜のお昼に。ヤクルト。今日は俺様悪玉菌の愚痴を聞いてくれよ。最近さ、俺様の大嫌いなあの乳酸菌白鷹部が400億個も入りやがったヤクルト400がネットで頼めるようになっちまったんだよ。店じゃ買えねえっつうからまだいいかと思ってたのによ。あー、超ムカつく。俺様絶対ヤクルト届けてネットで検索なんかしねえかんな。絶対だ、検索なんかしねえ。ヤクルトプレゼンツ小さな小さな物語、ヤクルトの提供でお送りしました。トンネルを抜けるとそこはお腹の中だった。乳酸菌は今日も
人と生きている。ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、人も地球も健康に、ヤクルトの提供でお送りします。僕らは乳酸菌。古くからこの星に住み、人間や動物の体に宿り、日々活動しています。7月最後の日曜日は、僕らのちょっとした思いを聞いてください。本格的な夏がやってきたけど、今年はいつもとちょっと違う夏。みんなはどんな毎日を送っているかな？マスクは熱がこもるからつけたり外したりしてるんですけど、この間肝心な時に忘れて焦っちゃいました。僕は久しぶりに同僚と飲みに行ったんだけど、気がついたら密でさ、お酒が入ると気が大きくなっちゃうんだよな。へえ、それは僕心配だな。そこで今日の乳酸菌ワンポイント、油断禁物。新しいライフスタイル続けてこそ。お店に入るときはマスクをつける。外食するときは横並びに座ったり、おしゃべりを控えめにする。今みんなが協力してやっている新しいライフスタイルも、期間が長くなると気が緩んでついおろそかになることもあるよね。でも新型コロナの感染拡大を防ぐためには、新しい生活様式を続けることが大切なんだ。マスクの着用も外食も、その場に合った行動を臨機応変に選んで心がけてほしいな。継続は力なり。自分を守る、みんなを守るだよ。僕ら乳酸菌はいつもみんなの味方。この愛は継続中だよ。じゃあまた日曜のお昼に。ゴロゴロ、もやもや、イライラ、ムズムズ。ネガティブな音は聞いているだけでなんだか気がめいりますよね。そんな時はこれ、ラクトバチルス風邪イストレインシロタ、乳酸菌シロタ株です。ヤクルト、ヤクルトプレゼンツ、小さな小さな物語、ヤクルトの提供でお送りしました。